けど、チャンマンは何が一番おすすめできる？何が？酒で？いや、飲まない人は飲まない方がいいと思うよ、俺。250人のリスナーより、いや、それ250人も、いてくれりゃいいよ。デルタドラゴン、久しぶりだな。全然記憶にないんで、そういうなんか、いかにもなんか、久しぶりだ。そちら側の目線だから。俺の目線では全然、ああ、見たことねえな、っていう感じだから。昨日、沼市のとこにいましたね、夫人。ああ、そう、どこ行ったっていいんだよ。俺、そういうことは言ったことねえよ。なあ、坊ちゃんな。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。俺は別にそんなの。言わない。変な DM が来たので確認しに行っただけ。あらま。そっか。デルタドラゴン、佐々木さんに、誰その佐々木さんって。何がしたいの？もうそういうの突っかかってくるのやめて。俺普通に雑談してるだけだから。あんたが何者なのかも知らねえし。なあ、じゃあコラボ枠やってんだから上がってこいよ、この野郎。おい。誰だよ、お前。クソ野郎。俺の方そこなくていいよ。掲示板オタクがよ。YouTube オタクとよ。なんだてめえ。てめえのアカウントお前チェックしてやろうか？誰に口利いてんの？てめえだよ、この野郎。てめえから売ってきてんじゃねえか、この野郎。俺からなんかてめえなんか一切よ、気にもしてねえからよ、売ってねえわ。てめえだろ、俺に盾ついてきたの、この野郎。おい。俺おめえになんか言ったことあんのかよ。ねえだろうがよ。ん？俺からお前になんか言ったことあるか？ねえよな。今日おめえが俺に言ってきてんだね。だから俺返しただけだ。なんだ喧嘩売ってんかだよ。売ってんじゃねえぞ、この野郎。ドラゴン使って稼いだらしいな。何を言ってんの？全然いいっすよ。どうぞどうぞ。ね。だからもう俺のとこでコメントしないで。やるときはサクッとやってください。いちいちこういうとこで宣言しなくていいから。お疲れ様でした。どうもです。マジでやつや。なんだなんだなんだ。ああ、もうそういうのやめてね。いいから、もう、静かにやってください。ゆすりですか？
酒がうまい。あんまり怒っちゃいけねえな。うん。お、なんだこれ。ピロリン。次外出ると気をつけな。うん、全然気をつけませんよ、普通に。はい。パナマハット、これもう3年、4年ぐらいか。うん。佐野さんが高いものを買うとアンチ増えますね。あ、あとね、これも今日届いたんだけど、あの、なんだっけ、ジャニーズの渋谷スバルモデルのオレンジのグラサン。りんちゃんこんばんは。ありがとう、コイン。うん、いいの。俺は、あの、OBS とか使わないから。自分のパソコンを重くしたくないから。うん。熊がやばい？じゃあ、熊取り行かないとダメだね。うん。噛みつかれてますね。なんか知んないけどね、今日ね。どうしたのかね。鳥ちゃんありがとう、まる。決まった。あざーす。ロヒジンありがとう、ハーフ。決まった。あざーす。ありがとうございます。バレンシアガと違いが分かりませんでした。残念です。あ、そう。まあまあ、いいんじゃないですか。あと、もう一個届くんだよ。うん。レイバンのやつが。いつだかな？明日か明後日か。BG っていうあのドラマでキムタクがかけてたキムタクモデルのやつで、それは室内ではクリアなんだけど、外出て紫外線が当たると黒くなるやつ。うん、調光グラスっていうの。うん、なんか知んねえけど、最近メガネばっかり買いたくなっちゃったよ。うん。いやいや、これからはほら、お散歩しなきゃなんないから。うん。足腰はね。足腰を元気にしないと、坊ちゃんもいることだし。あまり老人になってもいけないし。ねえ、坊ちゃんね。な。はってなんでそうやって笑とかにいいからもう。のっぽさんこんばんは。二人でお散歩いいじゃないですか。それもいいけどよ、逆にはよ、
秋もよ、意外と紫外線多いから、昼間はよ、坊ちゃん色白いから、日焼け止めで塗られるとダメなんだよ。な、俺なんか別に焼けたってなんだっていいんだけどよ。うん。カールさん、いつもありがとう。あ、坊ちゃんは赤くなるタイプだな。ああ、真っ白血気だもん。いや、気安くっていうか、俺どこ歩いたって別に自由だから。うん。そんなこと言ったら脅迫罪で捕まるよ、通報されたら。そんなつもりはなかったですなんつって捕まってから言ったって遅いよ。やめた方がいいよ。うん。モンタ、坊さんの私服改造計画を、ああ、そうだな。でもさ、今ほら、百貨店がみんなよ、閉まってんじゃねえかよ。旦那いる人と散歩して全然楽しいよ。うん。なの、分かってるよ。俺、大体俺が見立てりゃ大丈夫だから、かっこいい子になるから。うん。スキニーのロールアップのジーンズでストレッチ効いてるやつで、あとミュール履いてね、白ベースでゴールド入ってるミュール履いて、あと上何がいいかな。まあ上はスポーティーなやつでいいかな。うん。いや、それね、ああいうよね、ワンピースはもう一番楽な選択肢なんだ。うん。上下分ける方がいい、ね。ブーツカットやろ。ブーツカットなんか今や流行ってねえだろうがよ。坊ちゃんせっかくよ、ペディキュアもしてんだからよ、ミュールでよ、履かなきゃ意味ねえじゃねえかよ。ネイルは、昨日はオフしてたけどな。似合うよ、スキニーなんか。うん。ストレッチ効いてるやつな。うん。ほぼほぼそういう言い方はよくないと思うよ、俺。うん。まあ、似合うかもしんないよ、来たら。うん。でも、そういう脳みそってことは、あなたはそっちの国の人ですか？発想が出てこないよ、俺は。日本人だから。うん。田野さんもシークレットシューズを履いてるんでしょ？かもね。うん。ピカデリー俺に会ったことないから。うん。今度会った時、俺靴脱いでチェックさせてやっから。ほんでよ、なあ、靴両足脱いで片方渡してチェックしてる間にもう一方の靴でてめえの頭を思いっきり引っ張られてやっからよ。見えたんかよ、この野郎。つって。おらっつって。ちゃんと見ろよ、おらっつって。横面張り倒してもいいぜ。靴の底で。ああ。会いましょうか？会えんのかよ、この野郎。なあ。何を言い切って
ってんのてめえ。クソがよ。今から言っていいですか？ピンポンしちゃうんだ。俺すぐ警察呼んじゃうから。あ、ビビんなよ、お前。警察ビビっちゃうの？もうデルタはもういいから、もう出てくんなよ、お前は。めんどくせえな。もういいよ、わかったよ、その話は。もうお前らもう俺を責めるのはもうその話しかねえのかよ。ほんとよ。俺が楽しくやってんの嫌なんだ。そうだよな、会えるぐらいだったらコラボ上がってきて俺とお前話しとりゃいいじゃん。近くなんで、近所とか関係ねえんだよ、おめえよ。そんな話してんじゃねえだろうがよ。おごるいいじゃねえかよ。え、ビビってるから？どこの誰かわかんねえやつになんか会うわけねえじゃねえかよ。向こうが俺に会いたがってんだろ？俺は会いたくねえっつうんだよ。じゃあ近いうちにお邪魔します。お話ししましょうね。はい、お疲れ様でした。じゃあ、もうコメントはそれで。俺は俺の放送がやりたいんで、邪魔すんなよ、見てください。佐野さん、アンチなんて一つがコメントしかできない雑魚ですよ。まあ、基本的にずっとそうだよ。うん。リスナーで俺んちに乗っ込んできたの皆無だから、ほぼ配信者、配信しながら来る、もうこれもうパターンですから。はい、うん、最近の佐野さんは心に余裕あるね。いや、だって喧嘩する気なんかないんだもん、こっちは。それなのに、なんか知んねえけど、うん、こうやって言ってくるから、ビビってないよ。ただ、なんかやられたら、俺すぐ警察電話するだけだから。何を言ってんの、ピカデリー佐野。お前もう完全に俺信者なんだよ。小手派に佐野ってつけちゃってんだから。惚れちゃってんだよ、俺の放送に。嫌いな奴の名前なんかつけるわけねえじゃねえかよ。認めろよ。なあ。かまってほしいんだろ？いいよ。仲良くすりゃいいじゃねえか、俺と。なんだよ。頭が俺がハゲでな、ピカピカで、ピカデリーサノって面白いなと思って小手腕つけたようなただのガキなんだろ？うん、わかるよ。面白いよ。もうこれから仲良くしていけばいいじゃねえかよ。うん。んなのグズグズ言わねえでよ。が、話すり替えないでってお前となんか話すつもりねえんだよ。邪魔すんなっつってんの、俺の放送を。佐野さんが聞いちゃってんのを見るのが好きなんじゃないですか。あー、俺が楽しくやっちゃってんのがダメか。じゃあ俺これからいつもなんか悲しそうに配信やった方がいいかな。いやー参ったよ、いやー参ったよって優雅みたいにやればいいの。俺嫌いなんだよ。原ちゃんのさ、あの、いやー参ったよ参ったよのあれは俺嫌いなの。わかる？パイセンはそれやるからね、よくね。参った参ったが始まるから、だから行くと言ってるのですが、え、許可を取らないと来ないのですか。俺は会わないって言ってるよ。
勝手に来んのは来たっていいよ、別に。俺の住所なんてバレてんだから。だけど俺はピカデリー佐野になんか会いたくないから。こんなコメント打ってるようなやつに。だからすぐ警察電話しますよ。うん。それだけです。以上です。申し訳ないんだけど、ごめんね。あいつのところパクられたっていう、なんか流れてたで、情報が。ああ、もうそういうのね、配信上のネタで言ってるだけで、あんたに俺興味ないんだよ、ピカデリー佐野くん。ほんとごめんなさい。申し訳ない。そこ言ってんだけで、しつこく俺にこうやって集中してるんだったら、ほんとすいませんでした。全くあなたに興味ないんで、ごめんなさい。すいませんでした。はい。いや、なんか、ハラちゃん、タイまでパクられたとか、なんか、さっき言ってたで。いや、ネタっていうか、配信なんて全部ネタだからね、こんな。こんなのに本気になってるやつって頭悪いからね。うん。あ、どうもすいませんでした。はい。ピカデリー佐野さん、どうもすいませんでした。もう二度と俺の放送には来ないでください。謝りなさいよって。帽子を取らせたいだけじゃねえかよ。おい、ガキ、こんな野郎。てめえ15分の距離だったらてめえ家まで取り来い、こんな野郎。てめえ顔映すかんな、こんな野郎。おい、チャイム鳴らせよ。俺、シャメ取っからよ。で、みんなに見せっからよ。こんな野郎来たぜ、つって。おい、マスクなんか取れよ、こら。おい、何が15分だよ。え？この野郎、こっち一回謝ってんのによ。何が帽子を取ってだよ。お前人細かいすんのもいい加減にしろよ、この野郎。てめえも面出して上がってこいよ、コラボ。顔出せねえのかよ。あ？電柱の影から石投げてんじゃねえぞ。なあ。コラボ怒るよ、これ。顔出しで。なんでできねえの？スマホ持ってねえの、お前。なあ。え、スマホでピッて、コラボ OK の俺やってんだからよ。早くコラボ怒るよ、顔出しで。おい、インカメでよ。お前どんな顔してんだよ。早くしろよ。おい。あ？勢いなくなってきたな。いいで。ヒロさんいらっしゃい。とりあえず、俺ちょっと、コンビニ行ってくっから、留守番してて。すぐ帰ってくっからよ。うん。よいしょ。表も自由に歩きますわ。